三岡自動車は2024年4月4日、セダン、流儀 EX とワゴン、流儀ワゴン EX の各モデルをアップデートし、新たに販売を開始しました。では、どのような改良が施されたのか。また、これらの車種にはどのような反響があるのでしょうか。流儀は2014年6月に、 流儀ワゴンは2016年1月に登場し、それぞれトヨタ、カローラアクシオとカローラフィールダーをベースにしたミディアムクラスのセダンワゴンとして誕生しました。流儀シリーズはクラシカルな外観と現代の性能を兼ね備え、気品あふれるデザインで人気を博しています。特に縦型の大型ラジエーターグリルや、 丸型ヘッドランプ、メッキ加工されたバンパーが特徴的で、伝統工芸、七宝焼きを用いたエンブレムが豪華な印象を与えています。パワートレインは1.5リットルのガソリンエンジンとハイブリッドエンジンを設定し、ガソリンモデルは5速 MT と CVT から選べ、駆動方式には 2WD と CVT モデルの 4WD があります。 今回のアップデートでは、5速 MT を除く全モデルにパーキングサポートブレーキを標準装備し、5速 MT 車にはバックモニター付き自動防弦インナーミラーが新たに加わりました。価格帯は、流儀 EX が279万5000円から350万5000円。 流儀ワゴン EX が300万8000円から375万9000円となっています。販売店の反響については、三岡の営業スタッフによると、流儀シリーズはそのコンパクトさと使いやすさ、ハイブリッドモデルの選択肢がある点で多くのお客様から支持を得ています。セダンとワゴンの人気はほぼ半々で、 セダンはそのクラシックな魅力が、ワゴンは広い荷室で実用性が高いと評価されています、とのことです。どちらのモデルもそれぞれに魅力があり、多目的に活躍することから高い人気を保っています。